『猫の踊』『り田中幸太郎』『老女は寂しい廊下を通って便所へ行った』『もう夜中を過ぎていた』『真っ暗い部屋の前を通って廊下を右へ曲がると有明の暗闘の明かりのうっすらとさした部屋へ来た』『老女はその前へ行くとどうしたのか足を止めた』『それはその部屋の中で誰かが立ちはだかって』 踊りでもやっているのか調子のある軽い足音をさしてそのものの影であろうぼんやりしたものの影が障子に動いていたしかしその部屋は夜更けに便所へ往来する奥女中のために明かりを灯すところで誰もいる人はないし無論奥であるから男などのいっぱい起源でやってきて踊るというようなこともないそれに時刻が時刻である。 老女は不思議でたたまらなかったその上彼女はその多くの取り締まりをしている責任上それを見定めてその不心得者を処分しなければならなかった彼女はそっと障子のそばへ寄った部屋の中では踊りを続けているらしいそのよたりよたりとやっている足音から押すと血気の盛んな男ではないらしい誰か 出入りのひょうきんおやじがいっぱいきげんにうかれて時こくもばしょもわすれておどっているのではないかと思った。ろうじょはそのろうじんのぶさほうなさまをよくみておいてあとでしゅじんのびんごにはなしておもうさまあぶらをしぼってやろうと思った。かのじょはしたをだしてしょうじのかみをねぶりそっとあなをあけてかたほうのめをそれにあてた。そそして老女はそこに、 怪しいものを見つけた。安頓の明かりを浴びて大きな犬のような赤毛の猫が放かむりをして2本の後足で立ちその足で調子を取りとり前足2本を手のように振って踊っていたそれはその屋敷に年久しく飼われている猫であった」。老女は目を疑った。猫は、 あちらこちらと体の向きを変えて踊っていた放かむりした手ぬぐいの結び目が溶けかけていた老女は息を詰めてその様をじっと見つめていたが何と思ったのかそのまま便所の方へ行きそして用を足して引き返しながらその部屋の前を通ったにもかかわらず今度は脇見もせずに静かに自分の部屋へ帰って寝た。 老女は飼い猫の貝を見たがそんなことを口にしては第一若い奥女中たちが恐れて仕事の邪魔になるしまた山内家の家老として当時牽制のあった柴田凛吾の家にそんなことがあると聞こえては主人の威信にも関すると思った賢明な彼女は男勝りのしっかりしたその腹の中へそれをしまい込んで 誰にも話さなかった。それから3日ばかりしてのことであった昼の疲れにぐっすり眠っていた彼女は夢心地に誰か己の額をバタバタと叩くように思ったので目を開けてみた前夜踊っていた赤毛の猫が鎮刀へ座って2本の前足を振り上げ振り上げ己の額を打っているところであったそれには さすがの老女もびっくりした。彼女は声を上げながら飛び起きた。と猫はそれに恐れたように飛んで出ていった二度目の機械を見た老女は誰にも話すまいとこもっていた考えを変えてその翌朝起きたばかりの主人ビンゴのところへ行って話した「そうか面白いことをやりおるな。 ビンゴはこう言って微笑した「それではあの猫をどういたしましょう」「まあ捨てておけいいだろう」ビンゴの性質は老女もよく知っていた彼女はもう何も言わなかったビンゴは漁が好きであった彼は暇さえあれば小銃を肩にして出かけていった秋の末になって またた少しのの暇ができたので、き今度は北山の方へ行くと言って自分の部屋で鉛を溶かしてそれで十文目玉をいていた火鉢にかけた小さな稲鍋の中にドロドロになった鉛を粘土でこしらえた型へいこんでいたビンゴは玉を十個くらいこしらえるつもりであった彼は鍋の柄を持って 居込んだ玉はいくつあるだろうと思って台の上に載せた鉛のいこんだ型に目をやったいこんだ型は九つであった九つもう一つじゃビンゴはいなべをまた火の上にやりながらビルともなしに台の向こうの方へ目をやった赤毛の太った飼い猫が前足を立ててじっとこちらを見ていた ほう見ているな。ビンゴはこう言って微笑しながら「いなべの鉛はできたようであるからそれをまた一つの型の穴にいこんだ」「これでとうだ」「とうあれば大丈夫」「これでよしよし」ビンゴはいなべを台の端へのせてはじめにいこんだ型の泥を落とし始めた泥の中からは 白い十文目玉が光って出てきたこの時ビンゴの方を見ていた猫はそっとどこかへ行ってしまったがビンゴはそれを知らなかったビンゴは三つ目の玉を型の中から取り出した時まだ稲なの底に少し鉛の残っていたことを思い出したでついでにもう一つ用意にこしらえておこうと思った 彼は鍋の冷えきらないうちにと急いでそれを火にかけたそして一つ二つ型から玉を出した後に鍋の中を覗いて鉛が溶けたのを見るとそれを残りの型に煮込んだビンゴは前日丹精込めてこしらえた十文目玉を持って朝早く一人で家を出て北山へ行ったそして あちらこちらと獣のおりそうなところを探して歩いたがいつもはよく見かけるルさえ見えなかった彼は寒い風の吹く谷の道を下の方へ降りていった山の上の方には寒い夕日の光があったが谷の中はほの暗かった道の左手に大きな岩がそびえていてふと見るとその大岩の上に 目の光る山猫とでも思われるような獣がいた彼は朝から一発も話さないでじりじりしている時であったから敵にでも出会ったようにいきなり筒の唇ひなわを刺したと何かに弾の当たった音がした「人を撃つ」物の数を数える声とともに激しい嘲笑が聞こえたビンゴは驚いて岩の上を見た 怪しい獣は前足の一方に何か黒いものを握っていた「カズト鳥と嘲笑は確かにその獣からであった」「ビンゴはますます驚いて手早く二発目の弾を込めて火をつけた」とまた何かに的中した「フターツカつ」「ズト鳥の声が嘲笑に混じって聞こえた」「機械至極のことであった」 彼はまた3発目を話した「3つ」弾はその怪獣の手にした黒い器に当たるらしかったビンゴは4発目を打ちかけた「4つ」さすがのビンゴも慌て気味であった「ーつ」怪獣は順々にビンゴの弾の数取りをしていった。 ビンゴの数取りをしてしまった怪獣は弾を受けていた黒い器をビンゴに向かって投げつけた」「ビンゴもう弾はあるまい」怪獣は岩の上に立ち上がってギラギラと目を光らしいきなり飛びかかりそうな気配を示したビンゴの腰の皮袋には 余分にいたた。まだ一個の玉があった彼は手早くその玉を込めて放した怪獣は恐ろしい叫びを上げてからその姿を消してしまったビンゴは確かに今の玉が怪獣に当たったと思った彼はその辺りを探して歩いたがそれらしいものは見つからなかった彼は 怪獣の投げつけた黒い器を拾って帰った。帰りながら見ると、その器は黒い茶釜の蓋で、それには自分の打ったらしい玉の跡がたくさん残っていた。ビンゴは家へ帰って怪獣の話をして、持って帰った古茶釜の蓋を出した。それはその日に見えなくなった己の家の茶釜の蓋であった。 そこで飼い猫を戦議してみるとそれも朝から誰も見たものがなかったビンゴを悩ました怪獣は確かに彼の猫であろうと言っていると五六日してビンゴの部屋の辺りが非常に臭くなった畳を剥いで床下を調べてみると彼の赤毛の飼い猫が血に染まって死んでいたその胸の辺りに弾痕があった 柴田家は今の高知市本町四丁目の南側でその屋敷跡に近年までその祠があったが今はたくさんの人家ができてその祠もどうなったのか消えてしまった。